準決勝第1組3着までが着順で決勝進出です。予選のタイムを見ると3レーンの佐久長聖が3分56秒17でこの組トップ。スタートから飛ばしているのは3レーンの佐久長聖、そして6レーンの小松商業。小松商業も予選で3分58秒台。先頭で第2走者にバトンを渡すのは一体どこか。3レーンは佐久長聖、そして小松商業、そして5レーンは十日町。第2コーナーからオープンになります。現在トップは佐久長聖、そして4位から上がってきそうなのが黄色いユニフォーム星稜。先頭から佐久長聖、十日町、小松商業、星稜という順番です。星稜が一歩リードしています。トップは佐久長聖、十日町、星稜、小松商業、そして白いユニフォームは松本あがたが丘。1位2位は2チーム、そして3着争いが熾烈です。小松商業と星稜の戦い。さあ順位が入れ替わって、前は小松商業、そして3位集団前に近づいています。トップ佐久長聖のアンカーには400メートル2位の渡辺さんが待っています。そして十日町のアンカーは田原山さん、そして3位に浮上してきたのが星稜、アンカーは谷口さん。バトンがアンカーに渡ったところで、トップは佐久長聖、そして十日町、3位は星稜、そしてその後ろ小松商業。アンカー残り100メートル。トップを行くのは依然佐久長聖です。さあ3位争いが熾烈な展開になりそう。星稜か小松商業か。星稜が先着しました。準決勝は第2組3着までがタイムで着順で決勝進出。女子 1600m リレー準決勝は現在第2走、トップは敦賀、そして3位集団先頭を引っ張るのは富山中部。トップは敦賀、2位は新潟商業、そして3位集団先頭は稲北という順番です。そ
そして後ろから出てきそうなのが黒いユニフォーム、新潟メイ君。さあ1位争いは敦賀と柴田、失礼しました、新潟商業。そして3位集団ばらつき始めて縦長になりました。さあ敦賀と新潟商業が1位争い、その後ろは新潟メイ君。トップでバトンを渡すのは敦賀、そして新潟商業、そして新潟メイ君。三着争いが混戦です。先頭を入れ替わって現在トップは新潟商業、そして現在3番目は長野日大。3位のチームが先頭に近づいてきました。現在トップは敦賀、そして新潟商業。そして長野日大。